どうも、サトチューンチャンネルでございます。さあ、今回はですね、Amazon で買った2000円のタブレット。これね、しばらく使ってみたんで、その間の使用感レビューなんかをね、していきたいと思います。はい。前回ね、開封レビューをやったんだけど、これがですね、ちょっと想定外に、うちのチャンネルでもね、視聴回数すごい増えましてですね、ありがたいことですね、まさかですね、これがなんかそんなちょっと、話題になるとは思ってもみなくてですね、たくさんね、皆さんご覧になってね、ありがとうございます。まあ、というわけで今回はね、1週間ぐらいかな、使ってみたんで、その辺の感想、どんなだったのかなというところをご紹介していきましょう。はい。まずね、このタブレットが何ぞやというところで話すとね、さっき言ったみたいにね、Amazon でね、特売セールで売られてた Android タブレットなんですよ。だから Android で買ったタブレットって言っても、Fire タブレットではないですよ。はい。普通の Android タブレットですね。で、OS がね、4.4 なんです。Android 4.4。まあ、古いんですね。まあ、だから、まあ、在庫処分というような格好で売られていたものです。で、子供用のタブレットとして開発されたもので、で、UI は、一応ね、その子供用の UI も入っておりますが、まあ、一応普通のタブレットとしても使えるように、切り替えができます。はい。あと筐体がね、まあ、ちょっと前も話したけど、これね、もうこれ。このカバー、これカバーなんですよ、カバー。うん。カバーがね、もうこれ、こうスタンドになってて、こう立てられたりとか、あともうこれほんと頑丈いくてですね、これもうこれ、ここ。頑丈くて、これもう落としても多分壊れないよ。ここぷっかぷっかぷかなんですよ、この角っこが。これ多分落としても壊れないと思いますよ。うん。パッケージングとしてはね、まあまあ、よくできてるっていうかね、まあこう、子供騙しかなっていうところもあるけどね。はい、やっぱ安いなりの、ところはね、あるにはあるんだけども、でもまあ2000円のおもちゃかって思うと結構すごいよねっていうところもまあその一方であります。そして2000円だよねという期待通りかなという挙動を示すこともあります。はい。そのあたりをね、まあ今からお話ししていきましょう。ちなみにこのカバー、カラバリがね、いくつかありましたね。僕ブルー買ったけど、他にもグリーン、ピンク、レッドも売ってたそうです。はい。もう売り切れちゃったかな。うん。で、あとこのカバーね、取れて、中身は普通のタブレットとして使えるんです。はい。子供用と言いつつね、はい。今 OS、これじゃ電源入ったけど、まあ開きましょう。はい。まあこんな感じで、はい。普通のタブレットの表示画面で使えます。はい。Android 4.4 ですね。昔の。これ今のやつとはちょっと違いますよね。アプリ開くと、まあこんな感じでアプリが一覧で出てくると。で、まあ今回、まあ、YouTube アプリやら、何だったっけな、他に何入れた、あ、Google 日本語キーボード。これも入れました。これ、キーボードが英語表記なんでね、無料の Google プレイから Google 日本語表記というやつを、まあ、アプリダウンロードしてね、キーボード日本語を打てるように設定してあります。はい。そんなとこかな。あと、Chrome も入れたかな。Chrome ブラウザ入れました。はい。あと、Amazon プライムミュージックも入れてね、音楽もこれで聴くようにしてます。はい。スピーカーのね、音、これシングルスピーカー、ものなのでね。はい。これ2000円のタブレットだから、どんなボロクサな音が出るんかなと思ったら、意外と、まあ、モノラルスピーカー、普通のね、まあ、1万円ぐらいするタブレットと、音質変わらないです。ファーウェイのね、1万円のタブレット変わらないぐらいの音が出たから、ちょっとこれ意外。はい。で、あとここに、3.5mm のね、イヤホンジャックがあるから、まあ、こういう市販のスピーカーつなげば、ちゃんとステレオで、いい感じに聞こえます。びっくりですね。これが問題なかった。Amazon プライムミュージック聞いたけど、これちゃんと聞けるじゃんっていうところが、驚きましたね。はい。でですね、あとね、保護フィルムが最初から貼ってあったよ。あ、ここ、ディスプレイ面に。なんだけど、カメラにも保護フィルムが貼ってあったんですよ。ここね。裏はまあここ、これも貼ってあった。裏はでもここだけね、1個ペロリンちょっとめくればいいんだけど、このフロントカメラはディスプレイと一体なのでね、ちょっとこれね、カッターで
ちょっと傷入れてね。で、ここだけこうペロリンちょっと剥がしました。そしたらですね、ここのプラスチックのカバーが一緒にペロリンちょっと剥がれちゃいましたけどね。また元に戻しておきました。こうガチャッとはめて。ああ、この辺がまあ、2000円だなっていうところでしたね。はい。でですね、次カメラアイコンかな。気になったの。今開くけど、カメラアイコンね。カメラアイコン GO! 開けるかな？もう開けないし。タップしなきゃダメってことか。あ、そういうことか。はい。でね、カメラアイコンの注意点はですね、ちょっとできるかな。これタップしても反応しませんよ。写真は撮れるかな？あ、写真は撮れた。うん。でもほら、ここの設定とカメラの切り替えね、タップしてもほら、反応しないでしょ？なんぞやと思ったらね、ちょっとここのね、視点がね、タップがちょっとずれてくるんですよ。ちょっと左側。ちょっと左タップするとほら出てくるんですよ。これ、ムービーに したりとか、まあ、あとは、ワイド画面に切り替えたりとかっていう切り替えね。うん。これちっちゃなったじゃん。これワイド。これワイドじゃないじゃん。ちっちゃいじゃんね、これね。これのが残念仕様ですよね。こういうところね。うん。こういうと、ちょっと右側をタップしなきゃいけないと。いうところ、この設定もちょっとね、この丸をタップするんじゃなくて、ちょっとこの左側をタップすると、ほら、ここに出てくるね。ここ、ちょっと左側タップすると、ここ出てくる。インカメラ、アウトカメラの切り替えとか、設定とかね、各種設定。各種設定何できんの？タイムラプス。あ、タイムラプスが撮れんのこれ。びっくりした。タイムラプスができるということです。はい。あとは、スタート、ロケーション、これあれかな、タイマー、セルフタイマーってことかな、まあよく分からんけども、皆さん調べてください。はい、いいところですね。でカメラ画質は、はい、インカメラアウトカメラとも30万画素なので、もう期待通りの画像が撮れます。もうね、わ、2000円だっていう残念品質ですね、画質はね。はい、そんなところかな。はい、次。あ、英語表記になってるってことです。初期設定は。デフォルトでね。設定開いて、この中のね、あ、言語と入力ってこれ日本語になってるけど、これ英語版だとどうなるんだったかな。ここを切り替えてください。ここ今日本語になってるけど、これまあいろいろね、まあ外国語、英語とかいっぱいありますから、ここで切り替えていくといいです。あ、急に英語になっちゃった。おい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 、ちょっと待って、これ勝手に切り替わらないで。はい、日本語ね。はい、こっちね。はい。この反応の鈍さでしょ。これほら、反応鈍いでしょ。うん。ほら、反応鈍い。これがやっぱ2000円なりかなという感じ。プリインストールアプリの動きは割といいんですよね。ただ、後から入れたアプリは、だいたい動きが鈍くてですね、ほら、今、止まったでしょ、これ。ね。キーボードも、英語のキーボードだけでした。で、後から日本語キーボードを入れて、インストールして使ったらですね、ものすごく遅い。文字はね、ほぼ、一国道みたいな感じでね、あれ？文字が遅れて、打ち込めるよって感じでね、もう打ち込みにくいです。うん。もう、Google のね、キーボードを日本語入れない方がいいかもしれないぐらい遅いですね。使い物になれないですね。はい、致命的に遅い。あとは、プライムミュージックは OK でした。これは問題なく、使いましたね。ちゃんとこう、自分、Amazon プライム会員だから、ちゃんとこう、インストールしてね。入力してやりましたけども大丈夫でした。そしてこれツイッターを入れてないんだけど、ツイッターダメでしたね。超重くてもうアプリ外しました。アンインストールしちゃいましたね。使い物にならなくなるぐらい遅いですね。うん。ただ子供用タブレットとして使う分にはパッケージングはしっかりしてるんですよ。はい。ここのアイワワっていうアプリをこれタップすると、これタップすれば子供用モードとして使えるわけです。はい。これバージョン 4.2.2。これなんかね、最新の
バージョンアップの、ね、通知も来てましたね。はい、これがね、キッズモードでの、画面です。電源立ち上げたら、まず最初はね、本当はこれが出るはずなんですけど、出ないように、まあ、これ出口でね、出ればキッズモードで、大人用として使います。はい、キッズモードタップするとね、まあ、UI がもう子供用の UI になって、ほら、画面がほら、もう違うんです。これメイン画面だけど、違うわけですね。うん、ゲームとかお絵描きとか音楽とかお話ストーリーね、読み聞かせみたいなやつとか、まあ、あとブラウザキッズショップっていうのもあるね。どう使うか分かんないけど、ゲームがあったり、まあ、あとカメラが基本的に使えるよと、まあ、ビデオはこの辺はギャラリー、ビデオ、音楽っていうのは、まあ、ここにインストールしたものですね、うん、電卓もあるし、まあ、ペインティングっていうのもあると、例えばまあなんだろうな、アート。アート、これやめとこう。お話にしとくか。これ自動的に動くからね。うん、まあ、これやると、まあ、読み聞かせみたいな、なんだろうね、物語、ストーリーが始まります。はい、もうこれもう本当ね、子供用。子供騙しだろうっていう。うん。こういう動作は問題ないんですよ。これ、アリの話？うん。こうやってアリの話がね、スタートするわけですね。うん、うん、まあ、こうやってね、話がこう進んでいってね、うん、でこう途中でこのパズルゲームがこうスタートするわけですね。はい、まあ、どこ、こうどこだろうな、まあ、こうシャッとこうこうやってこうパズルを入れていくよというような、まあ遊びもできたりしますね。はい、こんな感じでございます。ただね、まあ、このキッズ用の UI も簡単に元に戻せます。はい、これタップして、子供用のデスクトップが退出しますか？ね、イエス、ね、で、ここの出口ボタンをタップするとですね、この大人のみって書いてるのは、まあ、こう大人用モードですよというところで、まあ、パスワード入れます。まあ、パスワードとしてもね、これ 2+16 って書いてるでしょ。まあ、これ計算して、この計算した数字をこの中に入れていくだけですね。まあ、18ってやって、チェックマークを入れると。はい。そうすると、元の普通の Android 4.4 に戻って、まあ、これで使うことができるというところですね。はい。ってな感じでございます。あと気になったのはね、電池はね、すごい勢いで減りますね。はい。もうこれ今、何パーセント？もうね、スタートしたのが40何パーセントだったんだけど、もう39%になってね、あっという間に減ってきます。連続使用時間でね、2時間使えないんじゃないかなと、思いますね。はい。それぐらいしか持たないので、まあ、この辺も価格なりだなというところですかね。うん。まあね、これを買うのはどんな人かって想像するとですね、まあ、例えば、試しに Android って何かなっていうのを買うとかね。はあ、この商品はもうね、売り切れちゃってないんだけど、これの後継モデルがもうあります。Android 6.0 になったやつね。あるんで、多分将来的にそれもね、また安売りになると思いますよ。いつか近い将来ね。まあその時また動画で告知しますんでね。興味のある方またゲットしてみてください。でね、まあ、これで、Android タブレットの全てを賄おうっていうのはまあ無理ですね。はい。まあこう実験研究用っていうレベルかな。まあブログとか動画のネタとか、はあ、まあ、あとはね、用途を絞るっていう使い方はありかなと思います。音質はね、思ったほどめちゃくちゃひどくないですよ。うん。なんかこう、音楽プレイヤーとしてどうでもいいやつ、これ壊れてもいいなというような使い方で、こう、これ、Amazon プライムミュージックとか、あとはこの SD カードも使えるんでね、マイクロ SD させるんですよ、ちゃんと。どこ？あ、ここ、ここ。マイクロ SD スロットが入ってて、ここにまあ音楽のデータとかビデオのデータとか写真データとかね、入れて見ることができます。はい。そういう視聴用とかね、動画視聴、写真視聴、音楽プレイヤーとかね、そういう使い方はいいと思います。はい。
これでブログ更新したり SNS で発信するとかってことはできないと思いますね。無理でしょう。すげえストレスたまると思います、まあね、いわゆるなんかこう残念な中華タブレットのレベルは脱出できなかったかなというのがね、正直なところですね。はい。またね、これまだちょっといろいろ使っていくと思うので、何かこう新しい情報があったらね、また動画にしたいと思います。というわけで今回はね、このAmazon で買った2000円タブレット、しばらく使ってみた感想を、動画にしてみました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録の方もね、ぜひよろしくお願いします。さとちゅんチャンネルでした。